ハロー、ドラム席です。今回は陽線中心化使っていきます。で、近畿の極で、使っていこうと思ったんだけど、近畿の極ね、使ってる人、使ってみたとかね、こう動画撮ってる人めちゃくちゃいたから、まあ近畿の極じゃなくてミラカナで使っていこうと思います。当たんねんかい。これで、陽線、貫通、もともと貫通だったから、で、さらに、超地雷ってか、超マインになって、ダメをもついて、もともとダメをって、マイン M から超マインになって、で、なんか、クロスレーザーもめっちゃ強くなって、斬撃も強くなって、みたいな、まあ、強力になったわけなんで、まあ実質ニラカナできてみたいな感じだね。これで、わ、左下倒してる。これで右下倒さないと結構辛いから、君ならいける。わー、で今回重力ブロックワープないから結構きついけど、ただ体力結構削られた時に、SS が吹っ飛ばし &HP 回復だから、結構体力も回復しつつ、吹っ飛ばしの SS もできるよっていう感じで結構便利なんだよね。ところでこうして、これでこんな感じで、はい、こうやって便利ですよっていう。でこの超強斬撃と反射クロスレーザーがめちゃめちゃ強いね。はい、で前回のカメハメハ重心化の時に使ってみた、ニラカナで使ってみたの動画だったんだけど、あれも結構ねバランスが良くて結構使いやすかったし、ただ残念なことにカメハメハはあれだったね、砲撃ガチャじゃないから、ちょっとそこはデメリットが多かったね。上残ってんの。あ、これはもう適当していいでしょ、もう。はい、で反射クロスレーザーも強い。あとは超強斬撃が雑魚処理に結構ぶち刺さってくれるから結構便利だね。これで、はい、バリア割ります。で、これで右下に当たれば結構、こんな感じで結構削りますよっていう。はい、で割とこの星45のこの 3P の星45のやつも結構わりかし活躍してくれるっていうね。例えば伊達政宗、ね、あれだね、新イベのあのキャラでめちゃめちゃ壊れてたね。あれやりすぎだと思うんだけど、ツイッターでやりすぎなんだけどみたいな感じでツイートしたら、そんなことなくねみたいな感じのリプが来て、どうなんだろうね。この個人的な意見だと、やっぱ伊達政宗、ね、やっぱビーラ読んでも普通に勝てるし、まあ、苦手な人はやっぱあの方がやっぱいいのかな。はい、まあ、新イシスもね、
エクスカリバーとか入れて、あとはもうエクスカリバーとか他あれだね、いろいろもろもろ入れて、こうします、こうします、これで、はい、まあ、エクスカリバーだったりとか、あとはマルスだっけ、ん違う、マルスじゃない、他は、まあ、無課金で言うとマルクとか、マルクと入れて、でフレンドにゼフォンとか入れて普通に勝てるからね。これでこうします、はい、ただエクスカリバーを入れると焦点は結構楽なんだけど、途中からね結構苦しくなってくる場面が見えてくるからね。これでこうします、上行って下は行って、はい、これ行って、はい、素晴らしいな。これはあとも普通に、これは雑打ちでいいと思う。これで、はい、でここでブーストして、どのくらいこの友情が強くなるかちょっと試したくなって、途中からね録画してる時にどのくらい友情が強くなるかちょっとブーストしてみた。で今このブーストかかってる状態なんだけど、これ2体運悪くサメの方に行っちゃったんだけど、おそらくニラカンの方にボスの方に行ったらめちゃめちゃ多分ダメージ入ったんだろうね。こうします、こうします、これで、あ残ってる残ってる、これでこれで、あともうこれ適当でしょ、はい、やっぱもうこれは下の方を倒したいから、これでこうします、こうします、これでバリア割ります、でこれもね、この星4号も割り返し結構仕事してくれるんだよね。これなんどういう SS かっていうと、ダウンしてくれるんだよね、まあ、こんな感じで、最初の敵をこんな感じで吹っ飛ばしてくれるよっていう。